船に付与される任務に対応できるよう必要な訓練を実施し、船の基盤作りを行っていきたいと考えております。海上自衛隊独自の民間規格での NK 規格で建造されたタンカーを保有することにより柔軟に燃料を受け取り基地へ輸送するという任務が対応できるというふうに認識しております。民間の製油所に入るとそこにこういうパイプが何本か出てると思うんですが、ホースがですね、硫黄島は岸壁がございませんので、ポンプとかタンクとかそちらを制御する部屋でございます。船に横付けした場合に給油をするラインになります。こちらが艦船に横付けした場合の航空燃料、搭載ヘリコプター用の燃料を送油するラインになります。